皆さんこんばんは。3月25日のショーチャンネルです。今日まず大ニュースです。こちらです。休業支援金、ちょっと私はあの内閣委員会だったので、厚労大臣への要請にはいけなかったんですが、休業支援金3月末の延長、こちらを厚労大臣の方に申し入れに行ってきました。有志で、私は今日行けなかったんですが、厚労大臣からは延長の方向で考えているということで、近日中に延長が発表されるということです。本当に良かったです。全員の方が延長になるわけではないんですが、かなり多くの方が延長になりますので、この休業支援金、非正規雇用の方も、大企業、中小企業今関係ありません、申請できるようになっています。ぜひチェックしてみてください。多くの方対象になるはずなんです。一部ならない方もいらっしゃるんですが、ぜひ、皆さん休業支援金使っていただきたいと思っています。こんな制度もないと思います。だからぜひ使っていただきたいと思っています。そしてもう一点、今日私は内閣委員会で、出席を、内閣委員会に出席をしてきました。今日はこちらです。じゃーん、見えるかな。原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の一部を改正する法律案です。こちらの質疑がありました。私は質問に立たなかったんですが、これあのやっぱいろんな問題があるんですよね。簡単に言うと、原発地域の例えば防災インフラ設備、こちらを整えるということで、そこだけはもう大賛成なんですよ。だけれども、これ20年前にできた法律なんですよ。でこれ政府が配った私たちの説明案、これ非常にね、もうレトリック満載で、提案の説明の理由にあのきちんとしたこと書いてないんですよね。嘘は書いてないんですが、そもそもこの法律、皆さん第1条っていうものがあって、どんな法律がもう第1条が最初なんですが、こっちにはちゃんと説明してないんですよ。これだけ読むと私も賛成したくなっちゃうんですが、第1条はこの法律は原子力による発電が我が国の電気の安定供給に欠くことのできないものであることに鑑みっていうことが出だしなんですよ。なので原発が電気の安定供給に欠くことができないっていうものなんですよ。それに対してのインフラ整備ということになっておりますので、これこの法律ができた20年前には原発事故はありませんでした。しかし10年前に原発事故が起こっております。今安定供給に欠くことができないものであると言い切って本当にいいのか、本当に原発地域の方はそれでいいのかという問題があります。ですから私たちはこの第1条をしっかりと変えるべきだというふうに要望してるんですが、なかなかそこは難しい、変えられない、変えてくれない可能性があります。そうした時には原発を認めてしまう、書くことはできないものだというふうに私たちが言ってしまうことになりますので、対応はしっかり考えていかなきゃいけないなというふうに思っています。一方でです、防災インフラ整備、特に原発があったからこそしっかりとやっておかなければいけないというところは、私たちものすごくよく理解しておりますので、その部分は大賛成なんですが、だけれども原発がね、書くことができないっていうとちょっともう違ってくると思いますので、そうしたことも含めてしっかり議論をしていきたいと思っています。はい、私が今日言いたかったのは、こうした政府が配る説明にこの法律の趣旨がもうもはや抜いてあって、私たちに説明されない、そうしたレトリックもあるんですよということを皆さんにお伝えしようと思いました。それではまた明日。